私は授業科目案内ですこの時間は2024年度開設の多文化共生のコミュニケーションをご紹介します主任講師の大橋理恵教授と根橋玲子客員教授がお伝えします皆さんこんにちは多文化共生のコミュニケーション主任講師の大橋理恵ですこんにちは 根橋玲子です大橋先生と一緒に多文化共生のコミュニケーションの主任講師を務めますどうぞよろしくお願いします,しします根橋先生には2007年度から2012年度まで開講していたコミュニケーション論除雪2019年度から2023年度まで開講していたコミュニケーション学入門に続いて3科目目の主任講師をお願いしました ご自身の専門などをお話しいただけますでしょうかはい専門はコミュニケーション学です私の親もその一人だったのですが海外で働く日本人は増えており現地で働く中でコミュニケーションにいろいろ課題を抱えているというところが私の研究の出発点でした私自身も日本にある外資系企業で働いたことがあり文化の違いに戸惑うことも多かったというのもありますその後研究テーマは 日本で働く外国人にシフトしていきましたちょうどその頃多文化共生という言葉も生まれこの考えが浸透する中日系南米人や元留学生の日本で働く人々やその子供たちと研究の興味が広がっていきましたそして2019年末に始まった新型コロナの感染拡大によりこの多文化共生というテーマの重要性を より認識するようになりましたこれまでに大橋先生と一緒に先ほど名前の挙がった科目に携わらせていただきました私の研究も少しずつ変化していきましたが科目も時代に合わせて取り上げる内容も変わってきたように思いますどうもありがとうございます私は10歳の時に1年間親の仕事の都合でアメリカに住んでいたことがあるんですけれどもその経験が 異文化間コミュニケーションを自分の専門分野にしようと決めた理由になりました異文化間コミュニケーションの勉強をするためにアメリカの大学院の博士課程に留学したときにバス先生と同級生になって一緒にさまざまなコミュニケーション学分野の授業を受けましたよねそうですねそのことが放送大学で一連のコミュニケーション学関連の授業を一緒に作ってきたことに結実しています 人が移動しまあ、出会うことで新しい関係性が生まれて、まあ、新しいものが作られるのはワクワクしますよねそうですねえー、さて多文化共生のコミュニケーションはコミュニケーション学入門をさらに発展させた授業内容となっていますコミュニケーション学に関する基礎的な内容は最初の数回でカバーし後の回では 異なる文化を持った集団同士が共生していくためにはどのようなコミュニケーションが必要なのかをさまざまな文化集団に焦点を当てながら考えていきたいと思っています。授業の内容は異なりますが今回もコミュニケーション学入門の時と同じように私たち2人に加えて佐々木由美先生増本智子先生花光理香先生のお三方に印刷教材の分担執筆と 放送教材へのご出演をお願いしました放送授業の第1回は5人全員が参加し多文化共生とコミュニケーションと題してそれぞれの観点から多文化共生とコミュニケーションについてお話しします 2> 第2回から第14回までは私たち主任講師2人のうち片方が聞き手を務め残り4人のうち1人が主に講義をするという形で進めていきます第2回は 文化とコミュニケーション第3回は認知とコミュニケーションについて佐々木先生にお話しいただきます第4回は非言語メッセージとコミュニケーションについて増本先生にお話しいただきます聞き手は3回とも大橋が務めます第5回と第6回は大橋先生に主にお話しいただきます第5回は言語メッセージとコミュニケーションについて第6回は 言語習得とコミュニケーションについてです第7回は佐々木先生に感情とコミュニケーションについてお話しいただきます聞き手は3回とも根橋です第8回は根橋先生にカテゴリー化とコミュニケーションについてお話しいただき大橋が聞き手を務めます第9回は増本先生が人種・民族とコミュニケーションについてお話しくださり 根橋先生が聞き手となります第10回は日本で暮らす外国につながる人々とコミュニケーションについて根橋先生がお話しくださり大橋が聞き手となります第11回は国際結婚とコミュニケーションについて佐々木先生がお話しくださり根橋が聞き手を務めます第12回は大橋先生に聞き手になっていただき根橋が外国につながる子どもたちとコミュニケーションについてお話しします 第十三回と第十四回は、花光先生にお話しいただきます。第十三回は、多様な生徒コミュニケーションについて。で、橋先生を聞き手に進めていただきます。第十四回は、違いとコミュニケーションについて。大橋を聞き手にして、お話しくださいます。第十五回では、再び五人全員が参加し。この科目名と同じ、多文化共生のコミュニケーションというテーマで。 それぞれの立場からこの科目全体を振り返りますこのような形で現在の日本社会の中で強制している多文化についてさまざまな角度から光を当てていきたいと考えていますこの授業を通して多様な人々が共に暮らす現代社会を異文化間コミュニケーションの視点から眺め直していただきたいと考えています授業を聞いたりテキストを読むことで 立ち止まって少し客観視するそんな時間を持ってもらえるのではないかなと思いますそうですね今の日本社会の中で生活する上でぜひ皆さんにこの科目を履修していただきたいですね多文化共生のコミュニケーション皆様をお待ちしていますこの時間は2024年度開設の多文化共生のコミュニケーションについてご紹介しました